ハロー YouTube、明けましておめでとうございます。2021年、1月前半の、アルティメットディスクですね。まあ、フリスビーって商品名、ディスクでこう投げるやつでラグビーみたいな、アメフトみたいなやる、アルティメット部さんの1月前半のリーディングを占いたいと思います。それでは。アルティメットは、まあ、僕大学の時にちょっとディスクって授業であるんですよ、まあ、それでちょっとディスクゴルフとかアルティメットみたいなことをやったことはありますね。まあまあこう投げれますピューって。まあなかなか今こう広い公園がないんでね、なかなかできないですけど、まあやるとすごい楽しいスポーツなので、しかも激しいし、海外ではプロもありますからね。まあこれ見てる人はアルティメットをやってる人なんで、そんなの分かるよっていう人多いと思うんですけど、はい、出ました。お、1枚目これちょっとやっと出た感じ。じゃん、アルティメット部、もしもアルティメット O ね、 OBOG の方、赤霊っていう鳥ですね。すごいなんかなんか仲むつましくキャンプみたいに、決断と選択らしいです。道をこうね、登山をして道迷ってるみたいな感じですけども、今何か迷ってる人は、今、この1月前半に決めた方がいいです。アルティメットなんかは結構、もちろん論理的、すごい直感、瞬間的な判断が、必要なので、特性としてね、今いろいろね、まあいろいろ進路や家族や、まあアルティメット部で悩んでることがあったら決断する時らしいです。1月前半中にスパッとね、まあ2社択一ってなかなか難しいけども、そこはね、何かをこう捨てると何かを得る、で前に進むっていうことはすごいいいことなので、はい、決断した方がいいと出てます。そして2枚目、じゃじゃん、ヤシオウム、理論的に考えた方がいいと思う。まあさっきね、ちょっとね、二者択一ってありますけど、まあ直感で決めるよりはこれをこのものだ、こうこうこうだがこうなるみたいな感じで、まあ書き出すといいんですけど、論理的なね思考って、こうなった場合はこうなる、こうだからこうみたいな感じで、論理的に何か物事を決断するときには決めた方がいいと出てます。そしてもう一枚こちら、じゃじゃん、金剛インコ、友人支援者信頼と出てます。ものすごい金剛インコってこうね、すごい頭のいいインコで、まあ人間ともね、よく海外なんか行くとね、こうちょっとなんか見せ物でいるんですけども、友人や支援者を大切にして信頼がさらに結ばれるようなので、まあ、お友達でね、とか、あと、学校や部活ね、アルティメット部の、すごい、まあ、ご家族だったり、すごい、先輩だったり、コーチだったり、そういう人たちが、すごい、助けてくれる。さらに信頼が深まると出てます。はい。会社員の方も、身近なね、上司とか、あと、まあ、先輩とかね、後輩もいるのかな、そういう人たちがすごい助けてくれると出てますね。はい。それでは2021年、アルティメットの方の1月のリーディングを終わります。それでは、バイ。